三軒に来たぞって感じのところに来ましたよ。氷河がめちゃめちゃ浮いてる。寒いけど思ったよりは寒くないかもしれない。伝わるかな。すごいね、綺麗な青色してるんだよ。感動するわ。どうもこんにちは、画家の荒江です。アイスランドスペシャル、本日は氷氷氷氷特集です。氷河から流氷、氷の洞窟までひんやり冷たい世界にご案内。ここは噂に名高いダイヤモンドビーチ。ものすごく大きな流氷を間近で見ることができます。登ることもできるの。たくさんの氷が流れ着いていて、それが日の光にさらすとキラキラと光ってダイヤモンドのようだからダイヤモンドビーチと言うんですね。とても綺麗。表面がものすごく細かいディティールをしてますね。バトナヨークルという大きな氷河のかけらが流れ着いてできたこの絶景。氷河は約2500年前から形成され始め、流れ着いた流氷も1000年近く年代の経ったものも含まれるのだとか。一つとして同じ造形はなく、青白く発光しているように見え、とても不思議な感覚でした。海に浮かんでる流氷舐めてみたんだけど全然しょっぱくないんだよね。ただの水って感じ。なんだろう、海に浮いてるのに氷河から流れ出してきたやつだから全然しょっぱくないです。もう美味しくもないですさて今度は流氷の親である氷河にやってきました。10本爪のアイゼンをつけ、ピッケルを持ち、氷河の上を一歩一歩ザクザクと歩いていきます。黒く見えるのは火山灰です。氷河の下にも火山があり、氷と炎が同居しているのを如実に感じます。この氷河の名前はミールダルスヨークトル。氷河の前には巨大な湖が広がっているのですが、実は2012年までこの湖は存在しなかったそうです。温暖化の影響で急激に溶け始め、湖を形成するまでになりました。国は定点カメラを設置し、溶けゆく様を記録しており、数年後には危ないので立ち入り禁止区域になるだろうとのことでした。次にやってきたのが、これまた摩訶不思議な氷の洞窟です。夏の間は水で満たされていて、冬の間は水が引き中に入ることができます。引いたといっても洞窟内部はゴーゴーと水が流れ、上からも雨のように滴り落ちていました。特にライトアップしているわけではなく、自然光が分厚い氷の層を透過し、緑青色の幻想的な空間を作り上げています。ナルニア国物語とか、そういう異世界に迷い込んだかのような気分にさせます。わりかし新しい洞窟なので、内部の平均気温が0度と安定していて暖かいのだとガイドさんはおっしゃっていました。洞窟が年を取るほど冷たくなるというのは驚きです。ここはなんと5ヶ月前から50メートル以上も温暖化の影響で洞窟そのものが溶けて後退しているそうで、証拠の石なども見せていただきました。驚異的なスピードで氷が溶けているのは肌身で感じてゾッとします。地球温暖化について、今まさに姿を消そうとしている氷の中でじっくりと考えることになりました。表面の波のような造形は気泡が表に出てきて、そこを水が削ってできたもので、水中から水面を見上げているような不思議な安らぎを与えてくれます。奇跡のような場所で力強くも儚い美の光景に出会うことができました。目に跳ね返ってくる光についての科学的な話をされても、ちっとも納得できないほど氷は色鮮やかに発光していました。本日の一枚は青く輝く流氷です。この光景がいつまでも見られますようにと願いを込めて水彩絵の具で描きました。今日の動画はここまで。よろしかったらチャンネル登録と高評価をお願いします。インスタグラムにもたくさん私の作品が載ってるので、ぜひ見てみてください。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。